あやさちゃん届きました。いや、ほんと嬉しいですね。明日がバースデーなんですけども、今日は47歳にねお別れをするグッドバイデーですね。本当に思い出深い47歳で、いろんな方との出会いがありました。で、ほら、お誕生日おめでとうと、あやさちゃんよりと。いや、嬉しいですね。感激です。これね、ドン。あやさちゃんにね、何も恩返しできてないんで申し訳ないんですけども、でも遠慮なくいただきます。おー、あのね、この私がね、無類のイカ好きということをね、やっぱご存知ですね。これは楽しみだな。はい、あの、ありがとうございます。またね、あやさちゃんに、恩ができました。もう返しきれないんで利息だけ払っていきますね。じゃあまたね、会える日を楽しみにしてます。子供たちにもよろしくというか、大和くんが生まれたんで、今度はね子供たちとの関係も作っていきたいなと思います。またね、この今の社会情勢が落ち着きましたらお会いできると思いますんで、その時までお元気で、また会いましょう。グッドラック。